はい、私です。今日も一日喉のミッグ外してワクワクだらけでいきましょうなんか久しぶりですね動画撮るのなんかちょっと間空っちゃってはいはい <laughs> いやー今日は脱奴隷の幸せホメオスタシス向上性そして変化を恐れるな、みたいな話をしたいと思うんですけれども、えー、大丈夫ですかあなた奴隷状態でしょ奴隷状態でしょいろんな人の 人を忖度していろんな人の言うこと聞いてペコ,ペコペコペコ頭下げて会社の言いなりになって奴隷状態でしょまあ,あの別にそんなものすごく不幸じゃないけれどもなんとなく幸せ、まあ、こんなもんで幸せだよなって思い込まされてるでしょ脱奴隷の幸せってのはそういう概念なんですけれども脱奴隷の幸せに関してはいろんなところでいっぱい喋ってるのでもしおきもっとき聞きたかったらあの知りたかったら検索してもらえればと思うんですけれども俺の動画とか。もうちょっと言うと やっぱさうーんいろんなものに縛られてるよねまず関連的にさあんなことやっちゃいけねえなとかまあ常識的にああいうのはダメだよなとかさあんなことやってみたいんだけどまあ普通に考えて我慢しとこうみたいなまず関連的に縛られてるじゃないそれを全部脳の,のリミッター外して脱ドレしたいんで俺はそして次には物理的にも縛られてるじゃんあーお金もあんまりないから我慢しようかなとかなんかこう。 会社がねお前じゃあ来月から転勤北海道って言われたら北海道が言わってい,い意味じゃなくてねあのー「はいすいません行きます」みたいなもっと言ったらさ「もうごめん首」って言われたら「はあ」みたいなさ自分の運命を握られてるじゃん他人に自分の人生の決定権を他人に握られてるじゃん往々にして親に握られてる会社に握られてる先輩に握られてる顧客に握られてる人だっていうよね ごめんなさい、すみません、もっと安くしまいます、みたいな、お客に言われて分かんないけどさ、そっから全部解き放たれた、やべえ、もう自由しかねえ、好きなことしかねえ、もう、何のしがらみもねえ、みたいな。っていう状態に脱奴隷の仕せ行きたいんだよ。そして、いろいろ喋ってるからお分かりいただけてると思うけど、俺はそれが手に入ったわけだよ。4年前ぐらいからかな、コツコツ4年前ぐらいからかな、うん、大奴隷だったわけですよ、もうテレビの奴隷だったわけですよ、放送作家として。 ででも脱奴隷の幸せができたどうやったら脱奴隷の幸せができるのかなはいつもいろんなところで喋ってるからまあまあまあ気になる方は見つけてみてくださいねいやああそれだね脱奴隷の幸せができたんだけど昨日あー俺まだやっぱりちょっと奴隷根性あるなみたいなふうに思った出来事があっていわゆる変化自分で頑張って変化が欲しくて変化を手に入れたわけじゃんでも人間って恒常性っつって元に戻んなきゃいけないっていうのがここに入ってんだよここの中に。 で変わっちゃダメ変わったのが元に戻りなさいっていう悪魔がここにいるんでそいつに打ち勝たなきゃダメなんだよじゃあいうのは昨日ね何があったかというとまあ小まちっちゃい話なんだけどまあなんかあの10人1 0二三3人で会議をやっていたんだよで次回の会議をいつにしますかみたいな会議の終わりにねで日程調整みたいなところに入って俺スケジュール帳真っ白なわけよ。 だって俺も今誰の誰にも縛られてないから自分の好きなことを好きな時に好きな人と好きな時間にやるからさというという生活が手に入ったわけよ昔はもうスケジュール帳なんか真っ黒だったよもう毎日ダブルブッキングトリプルブッキングで真っ黒だったよ奴隷だったからねそれでうー次回 会議いつしますかみたいな話になってでみんなさ「いやその日はちょっと」みたいな「いやもうちょっとこ30分あとじゃないと」みたいなことみんな言ってんだよ。で俺,俺,俺真っ白だからいつでもいいよみたいな思ってでも本当は真っ白なスケジュール帳が手に入った自分欲しくて手に入れたわけじゃん真っ白なスケジュール帳だから、 い,やーいいいやな俺って幸せだなーって思わなきゃいけないんだけどちょっとそこで俺昔の奴隷根性が出てきちゃってなんかあれスケジュール埋まってるやつら羨ましいみたいなことをちょっと思っちゃったんだよダメダメダメってすぐ自分に言ったんだけどだから昔の奴隷だった時代の昔の変化する前の自分のが染み付いてるんだよねそして元に戻りなさいっていうささやくやつがまだどっかにいるんだよだから一瞬スケジュールが埋まってる自分 埋ままっっってるのが羨ましいと思っちゃったんだよだって昔はスケジュールが埋まってるのが誇りだったからさこんないっぱい仕事をもらってるそれはイコールこんないっぱいの人の奴隷として働かされてるってことなんだけどさねっだから今真っ白なスケジュールの自分を褒めたいと思ううんそして、えー、まあまああなたに何の学びがあるか気づきがあるかというとまずまず変化を恐れるな変化を変化する自分を恐れるなそのを恐れるな ここの中にいる小さな悪魔は変化しちゃダメって常に言ってるからね。いや、いいよ、そのまま奴隷でいいな、奴隷でいいなって言ってるからね。奴隷を脱却しよう。そしたら本当に自由が手に入る。毎日楽しくしようがない。お金だって全然儲かるようになる。ストレスフリーになれる。そしてそ,のやりそこに連れてってあげられる俺が。今日この動画では連れていけないよ。もう俺のところに来てくれれば連れてってあげる。そして行った後に、脱奴のみならず、あなたに何かの変化が現れた後に、ここの中にいる小さな悪魔が、 変化しちゃダメだ元に戻りなさいってささやきやつが必ずいるからそいつに打ち勝とうそれが大事うんということを今日はちょっと思いましたねよし今日も頑張っていこう変化を恐れるなここにいる変わっちゃダメっていう悪魔に打ち勝て私でした